自分が何でどんなペルソナを狙うか、はい、みたいな話をした時に、要は自分が分かってないと、はい、どう売り込むのかっていうのが分からないよねっていうのは、はい、多分この就職、就活、はい、転職の部分でも出てくる話だと思うんです、はいはいはい、というところで、はい、今日紹介したいのは、株式会社刀マーケターとして、今 USJ を辞めてしまったのですが、 USJ を V 字回復させた森岡剛さんの書いた本、はい、苦しかった時の話をしようかで、まあ、これ読んだきっかけというのが、自分軸、はい、自分が何を好きかっていうのを決められる本を作りました、はい、それがこれですっていう話だったんですね、はい、で、まあ、僕って今度テレビに出ますよ、森岡剛さん、はい、日曜日はもう今どこにでも出てくる方だなとは思います、はいはい、それを、はい、うまく狙ったわけじゃないですけど、はいはい、ていうと、まあ森岡剛って言っても、もう森岡剛さん本人の動画がバンバン上がってきますからね、はいはい、というので読みました、はい、そうしたところ、これはあの森岡剛さんが大学生の娘に向けて、はい、大学生の娘が、はい、就職、これから就職活動っていう時に、はい、君は今どんな活動してるんだみたいな、はい、森岡さんが言う悪い癖が始まったと、自分の、はい、で追い詰めてしまって、はい、娘がいなくなった、はい、もういいみたいな、はい、っていうので、はい、でもなんかそのこうするといいのにみたいなのを、はい、書き留めてたらしいんですね、はい、それを編集者が読んで、はい、めちゃめちゃいいじゃないですか、はい、みたいなところで本になってるものなので、はい、大学生とか、はい、これから就活するよとか、まあ、転職する人、はい、転職の人、転職探す人、はいはい、自分の好きなものをどうやって見つけようかみたいな話ができればなと思ってます、はい、でまず今よく知られているというか、転職とか就職活動の時に有名な論理として、はい、ホランドの六角形リアセックにというモデルがあります、はい、それがこちらですね、はい、ホランド理論六角形モデルですと。でこのホランドという人が転職とか、はい、そういうのの時にいいよって言ってるのは、自身のキャリア、これから積んでいくキャリアに考える上で避けて通れないのが、自分の趣味や興味に適した環境についての自己分析だと。このジョン・ホランドという人は個人の職業興味と環境の、職場の環境のタイプを6つに分類して、個人と職場のマッチングを図る六角形のモデルを提唱したと。でこのパーソナリティの 6つのタイプというのがあって、パーソナリティ、個人の職業興味の分類は以下の6つですと。頭文字を取ってリアセックと呼ばれていますと。で一番上、現実的タイプ、リアリスティック、物や道具を扱うことを好み、秩序や組織的な活動を好む、技術関係の仕事に向いている。に、まあ、右に曲がっていきます、回っていきます。研究的タイプ、インベスティゲイティブ、数学、物理、生物などに興味があり、好奇心が強く、学者肌、分析、意見を明確に表明するのが向いている。で次、アーティスティック、芸術的タイプ、慣習にとらわれず創造的、繊細で感受性が強く、独創的な発想が得意、創造的な職業を好むと。で社会的タイプ、ソーシャル、対人関係を大切にし、教育、人の援助などの仕事を好む、社会的な活動にも積極的。で5番、企業的タイプ、インタープリスティング、リーダーシップを取り、目標達成を好む、説得を得意とし、野心的な活動を好む。で最後、慣習、習慣タイプ、コンベンショナル、データなどの情報を体系的にまとめるのが得意、責任感があり、緻密な活動を好む。であとはその環境の6つのタイプというのがあって、まあ、このパーソナリティの説明をそのまま職場に当てはめていく感じなんですけど、
1、現実的環境。具体的な指示に従って組織的に活動することが多い環境。研究的環境。観察し組織的創造的な研究をすることが多い。で、芸術的環境。非組織的な活動や芸術的な創作活動が多い。で、4、社会的環境。支援や教育などの他人への働きかけをすることが多い。で、5番、企業的環境。目標を達成させるなど他人への働きかけをする場合が多い。で、6番、慣習的環境。整理や計画など明確で順序だった仕事が多いと。で、これをどう組み合わせるかというと、このホランドの理論の検査結果の解釈には、3レターコード、一貫性、文化というのがありますと。この3レターコードというのは、パーソナリティ6つの分類のうち上位3つ。なんかまあ、多分ネットサーストテストはいっぱい出てくるんですけど、で、まあ、上位3つとかは出てこないんですが、その自分がこれが興味あるな、みたいなのの上位3つ。これが、例えば ISA だった場合、研究的、社会的、芸術的な要素が、職業が組み合わさっているところが向いている。この3レター、自分の興味が3つあるところが、備わっているところが向いてるよ、みたいなことを言ってるんですね。で、この一貫性っていうのは、じゃあこの六角形モデルが有効かどうかについてで、例えば六角形モデルを図で表した場合、隣接したタイプ、この3レターコードっていうのが、自分の興味があるところが近いところであると、それは自分というのに一貫性があるとされ、その自分の興味があるところが例えば体格だったりすると一貫性がないなんていうふうに言われると。もしこの3レターコードが対角線上にある場合は、その人が選んだ3つとかがまたその自分の中でうまく固まってないんじゃないかっていうので、もうちょっとその自己分析をしましょうなんていうのが書かれているのが、ホランドの六角形モデルです。はい、なるほどって思ったんですけどどうやらいろんなところで否定はされてるみたいです。はい、どっちなんでしょうね。自分エビデンスの話、否定されてるっていうのはエビデンスがない、エビデンスの話なのかな。その、はい、あるサイトで見たのは、決して自分の好きを選ぶことが天職ではないっていう結果が出ていますっていう、はい、このホランドっていう人は、自分がこのカウンセラー、はい、職業カウンセラーをするうちに思いついたものだと、はいはい、みたいなので否定されてるところもありました。はい、はい、まあ、否定も証明できてなさそうですけどね。まあ、そうなんです、ね、はい、結局その辺だと思います。結局人によるって話じゃないですか。だとは思います、はい、ただまあ、このホランドさんは好きで選んでいいっていうんですね、はいはい、で、その否定される人は好きで選んじゃダメだっていうんですよ、はい、だから好きで選んでいい人と好きで選んじゃダメな人がいるって話ですよ。で、体調はどんな感じで選びました？何をですか、今の仕事。今の仕事でも初めて多分失敗してますよね、はい、どういうことですか。一発目の、はい、いや、それはね、はい、コネクティングドッツなので、はい、自分が辿ってきたのを、はい、線にしろで、はい、間違いはないんですけど、はい、ちょっと一発目って、あの経理話、経理、はいはいはい、失敗とは言いませんけど、はい、向いてる職場でしたかって言われるとどうですか。まあ、嫌なので辞めてるっていうところで、はい、まあ、そこはだから好きじゃない。好きじゃなかった。好きじゃないというか、まあ、そのスキルがあったから入った。あ、簿記っていう、簿記1級まで持ってたので、簿記、はいはい、1級すごいですよ、ね、はい、簿記、はい、1級まで持ってたので、簿記、はい、1級持ってたら お前はちょっと幹部候補だみたいなこと言われて。だって大学卒業の時に簿記1級持ってるんですよね、はいはい、大学で1人か2人か3人かそれぐらいでした、うん、あの、はい、この森岡さんの方にも出てきますけど、はい、それはもうパスポートですよ、はい、はい、で持ってたら、こう面接に行った時にちょっと幹部候補だみたいなこと言われて、お、幹部候補だと思って入ったけど、この仕事は向いてないと思って、はい、ここって感じですか。はい、ずっと電卓で計算してるんですよこうその頃もう伝票ですよ、はい、あのオレンジ色のやつつけてで、こう僕計算が合わないんですよ足し算がなるほど、はい、経理なのに集中力がないんですよね、多分途中そこと考えたりするんで
でもそれは好きじゃ全く好きじゃなかった好きじゃないのはでも分かってた。なんかボティの仕組みとかをやるのは別に嫌いじゃないんですよ。ああなるほど。なんでこれで言うと多分、はい、研究的とかはありそうですよね、はいはい、ただそれが習慣的になると。そうです、習慣的にそれをじゃあ毎日それをしっかり集計しろってなるとちょっと集計は計算間違えるから苦手みたいな。その、はい、例えば仕組みを作れとかね、はいはい、企業どっかの企業に行って、はい、そういう仕組みを作りましょうとかだと好きそうですね、はいはい、だから僕もこう今とかだとそういうもう集計する仕組みを作っちゃいみたいな感じひたすらそっちばっかりやってるみたいな、はい、あとまあ穴がち、はい、これも悪くないですよね、はい、というのがあって、はい、あなんかこの人好きで選べみたいなのをホランド言ってる、はい、いや自分で得意で選べと、はい、で否定するところもあった、はい、じゃあこの森岡さんなんて言ってるか、はい、でちょっと紹介させていただきます、